サイパン国際空港は北マリアナ諸島サイパン島にある国際空港である。サイパン国際空港は734エーカーの面積があり、8700フィート200フィートの滑走路がある。深夜便が多いので事実上24時間運用の空港となっている。北マリアナ諸島の表玄関となる空港であり、国際線ターミナルと 国内線ターミナルの2つのターミナルがある。国内線ターミナルからテニアンやロタへの便に乗り換えることができる。国際線ターミナルには6機のボーリングブリッジが等間隔で並んでおり、大部分がボーイング747クラスの大型機も使用可能である。国際線ターミナルには到着ロビーに観光案内所、ATM、軽食店、 インターネットサービスレンタカーの受付など出国制限エリアにレストラン、空港ラウンジ DFS による免税店や土産物店、両替所などの各施設が充実している。国際線ターミナルの制限エリアには共用ラウンジのハファダイガーデンが設置されている。ハファダイガーデンには新聞やソフトドリンク、アルコール類が準備されておりおつまみや 軽食も準備されている。ソファ席とテーブル席が80席用意されているほか、ビジネスコーナーがある。利用時間は0時8時、13時21時15分。イズリー飛行場。右上にコブラー飛行場も見える。もともとこの地には南洋強発、株式会社の第一農場が置かれており、あたり一面砂糖キビのプランテーションであった。また、 約600人の日本人が居住していた町もあり、学校や駐在所、商店もあった。ところが、1933年に帝国海軍が特別大演習を実施することになり、訓練機の離着陸のために、農場の一区画約30万坪を潰して、即席の飛行場を作ることになった。東西800メートル、南北600メートルの L 字型高走路が、 建設された。マカダム舗装という簡易舗装であったため、演習中にひびが入るほど脆く、大演習終了後は特に利用することもなかったため、芝叩く間に雑草がアスファルト舗装を突き破り、元の砂糖キビ畑へと転用されていった。1937年になり、日本海軍は南洋軍島域内に軍事施設を建設する方針を固め、 特別大演習の滑走路と同じ場所に海軍飛行場を建設することになった。もっとも南洋軍島は国際連盟の委任統治規定により軍事施設の構築が禁止されていたため表向きは共同盲保守場の名目で建設された。第二次世界大戦前は大日本航空の飛行艇がサイパンと横浜港との間を結んでいたが1941年の 日英米海戦後に地名のアスリートからアスリート飛行場と命名された。1944年7月のサイパン島陥落により、アスリート飛行場はアメリカ軍に占領され、名称もコンロイ飛行場、続いてイズリー飛行場に改称した。その後、大幅な拡張、回収工事がなされ、ボーイング B-29 の離着陸が可能となった。 これにより、イズリー飛行場は日本本土空襲の前線基地となった。アメリカ軍は、イズリー飛行場の西側にも、コブラー飛行場を新設しており、戦後はもっぱらコブラー飛行場の方を使用していた。1970年代に入り、日本人観光客が多く訪れるようになると、コブラー飛行場は手狭になり、旧イズリー飛行場を 大型旅客機の離着陸が可能な国際空港に整備することになった。1975年12月15日に整備が完了し、現在の名称に解消した。ターミナル通路コンコース空港周辺には、日本軍爆薬コアとやトー下破損した戦車などが残されている。これは放置されたままになっているのではなく、北マリアーナ諸島の法律で戦績は、 歴史的遺物として保存され移動することができないためであり、意図的に片付けない野外展示場となっている。ありがとうございます。